系 FNN 合同世論調査、桜が首相に打撃、はい、支持率や憲法改正に波及かと産経新聞が伝えていますね、はい。まあ、産経と FNN 富士ニュースネットワークの合同世論調査が行われてですね、はい、桜を見る会への、について納得できないという回答が 74.9%、はい、国民の根強い不信感は安倍内閣の支持率や憲法改正の賛否にも影響していると見られ、ボディーブローのように政権の足元を脅かしつつある。森影の時と同じですよね。そうですね、地味にこう来ると、寝掛けをだら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 やってるから、桜を見る会をめぐる安倍内閣への不信感は、首相が在任中の実現を目指す憲法改正にも影を落とした。憲法改正に賛成との回答は、桜を見る会がクローズアップされた後の11月の前回調査よりも約10ポイント下落。今回の調査では安倍内閣の支持層でも賛成は 63.8% にとどまり、前回の 70.4% から約4ポイント減少した。だから憲法改正にもこれ影響出てきてるんじゃないかということなんですね、はい。まあ、余計なところに、そうですね、てかもう自民党憲法改正やる気ないでしょうから、うん、なんかこうポーズだけ見せて、そう、はい、今日あの五輪チケットが発売、はい、3回目の発売された時に、はい、菅さんのまあ会見の時に、うん、記者たちが、うん、首相枠とか官邸枠ありますかって言った時に、うん、そういうのは承知しておりませんって言って、うん、菅さんはもうパッパパッパ答えてたんだけど、はい、いやそれがあるのは桜だけですって言えばいいのになってまた批判されます。五輪に対してはないです、それは桜だけですよ、はい、言えばよかったなと思っていやそれ大失言です、大失言俺なら言うのになと思って、ネットのジョークなら面白いですけど、うん、そのジョークを真面目に取っちゃうのがテレビ新聞ですから ね、はい、本当に多分そういう感じで言ってるのが麻生さんなんでしょうね。ああそうね、あこれ絶対ウケるなと思って言ったら、えこれ失言だったなみたいな、政権とのギャップがそう、はいはい、あるんでしょう、うん。この自民党ですね、これ本当しょうもないなと思うのは、はい、この産経新聞ですね、はい、自民二階氏、はい、おなじみですね、はい、の発言、17日午前の、記者会見で、あの習近平国家主席、中国の、はい、うん、国賓来日をめぐって発言をしたんですね、はい、自民党は幅広い政党なのでいろんな意見が出る、一喜一憂せず国賓としてお迎えすることは予定通り堂々と行いたいと、はい、いうことを述べた。そうですね、ということですね、はい。もうこの人早く消えないかなと思いますよね。あもう強烈に力持ってるんでしょうね。そうですね、模範的な、はい、まあ、ちょっと言葉悪いですけど老害というものでありますけれども、うん、はい、まあ、強力なパイプと、うん、パイプと、まあ、あとまあ最終的には安倍さんがそれを認めてるという、うん、そういう路線で行こうというふうにしてるんだと思うし、うん、僕習近平国賓ってには反対は僕メルマガでも書いたんだけども、うん、何回かね。で結局ヒットラーじゃない、あんだけの習近平が、習近平自体現代のヒットラーです、あんだけ弾圧して人殺してるわけだから、はい、でそれが将来、うん、今アメリカと中国が戦争で、うん、最終的に僕はアメリカが勝つと信じてるんだけど、はい、その時に天皇陛下と習近平が杯を交わしている映像が世界中に一回流れてると、うん、もしその後、まあ韓国がなくなると思うんだけど、うん、そうなっちゃうとね、戦争になっちゃうと、なくなると、あの北朝鮮の韓国がぐちゃぐちゃで朝鮮半島ぐちゃぐちゃになると思うから、その後また反日的な国家が朝鮮半島にできたとします、うん、そしたら日本の天皇日曜はヒットラーと変わらないというふうに、その習近平を悪にしてその映像を使うんじゃないかなっていうふうには思うわけですよ。だから昭和天皇はですらヒットラーと同じに扱おうとしてずっとキャンペーンやられてきたわけじゃない、うん、でも一緒に撮った写真はないわけですよ、はい、そういうふうに酒を飲んでるとか、うん、その映像が残るっていうのは僕はすごい怖いなっていう。そうですね、政治家やっちゃいかん、国賓ですからね、そう、政治家やっちゃいかんカードを切ってるっていうふうに思うんだよね、うん、はい、令和の夜明けの時代に、はい、早速そんなことやっていいのかと。そう、いやまあマジで腹立つなと思って、うんうん、そうですね、はい、ちょっとじゃあ次行きましょうか、はい、政界のこの動きも加速してきましたね、はい、立憲と国民合流協議入りへと、前回の放送でも、この話題取り上げましたけども、さらに加速しているというのが、はい、これ朝日新聞報じているところで、う
まあ、枝野代表と、国民民主の玉木代表が、17日国会内で会談をしまして、枝野氏が呼びかけた政党合流に向けた協議について玉木氏が応じる考えを示したと、はい、今後両党の幹事長同士で協議を進める、来年1月の通常国会召集までに合流が実現するかどうかが焦点だと、はい、いうことですね。ですね、ただこれ立憲と国民でちょっと食い違っている部分もあるようで、はい、立憲が継続を主張する党名や政策などが議論の対象となる見通しで、玉木氏は合流協議の前提として対等協議、衆参一体の合流、参院の信頼醸成の3点を挙げているということなんですが、いやぜひこれ立憲の名前継続するんじゃなくて共に民主党にしてほしいですね。そう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 、共に民主党ほどぴったりな党名ないですよ。ないね、残念ながら、本当にそういうふうに思います、うん、はい。まあ、韓国にも同じような名前の政党ありますけど、偶然にもね、偶然にも、はい、それはたまたまですから、連想させるにぴったりだからね。実際に同じでしょ質が、はい、そうですね、はい、なんかちょっと印象悪くなったなと思ったら、はい、名前変えて、そう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 、この刷新を図るという、そうです、うん、だって昔聞いた党名ないですもんね、韓国に。昔のハンナラ党とか、ハンナラ党とか全然ないよね。そう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 、だからそれをこう名前変えて今の国民なんでしたっけ、うん、国民なんとか党と、はい、共に民主党、そうですね、という感じに、それかまあ共にチュサッパ党とか、ね、もうチュサッパでいいじゃないよ。も日本語ですよね。そうそう日本語ですら。チュサッパ党にして、それが一番分かりやすい。北に中西を、そうそう、しっくりくるし、本当チュサッパ、チュサッパつけてほしいね。共に民主党とチュサッパと仲間たちみたいな感じで。そうそういうチュサッパ。よりややこしいバカっぽい名前に。そうチュサッパ、チュサッパ神道とかね、うん、まあそのなんかチュサッパ中心にこう言葉を組み合わせてほしい、言ってほしいね。まあチュチェとか、うん、チュサッパがダメなら、はい、主体ね、主体民主党とか、そうそう、いや日本語っぽくね。そうですね。主体性がねえんだけどあいつら、ね、いや本当。そうですね。金だけは持ってるからね、はい、国民玉木さんのところは金だけは持ってるから、はい、でも金もどう、うん、使ってるでしょ、そこそこ。使ってるけどやっぱまだすごいあるんだよね。 あそこがなんか政党がバラバラになった時に、はい、あそこになぜかお金が残っちゃったっていう、うん、はい、それもやっぱ枝野さん狙ってるんでしょうね。枝野はなんか金がなくて相当困ってるらしいんだよね。政党助成金だって現段階ではまだ確か国民民主の方が多かったんですよ、うん、そうだから今金がなくて困ってるらしいから、うん、やっぱり、まあ、でも枝野さんと、うん、その誰だっけ、玉木さん、ちょっと今一瞬忘れかけるほどの名前ですけども、はいはい、うん、この二人が合併したところで、うん、カリスマ性がないですよね。ない。それならまだ山本太郎さんの方があるね、人を引きつける力はあるんじゃないかなと、ね、一般の人を騙して連れていく力はあるよね。騙して連れていくって。次行きましょうか、はい。立派な会議室、はい、コーヒーも用意された、はい、3年半ぶり制作対応韓国メディア待遇に一安心と、はい、J キャストニュースが伝えていまして、はい、いわゆるホワイト国除外をはじめとする輸出管理問題をめぐり日韓の局長級協議政策対話が16日経産省で開かれたという話題なんですけども、はいはい、前回は説明会と称して、そうですね、まあ、日本がその状況を説明しますよぐらいの感覚で、はいはい、なんか殺風景な部屋 で、ね、後ろにこう椅子積んであるような場所でやってましたけど、はい、ここからちゃんとした会議室を用意されて、うん、韓国メディアがやったぜって喜んでるわけですよ、はい、うん、今回の協議では局長級と会議のレベルが上がったこともあるが、会議室の名前も特別会議室で、外交上の、まあ、儀礼に沿った形で、場所も用意され、内部も、汚れも積み上げられたプラスチック製の椅子もなかった。コーヒーなど飲み物も用意されたといった概念か日本側代表団は会議室のドアの前に立って韓国側代表団を待っていたのに加えて、韓国側と握手してグッドモーニングと挨拶を交わしたことから、まあ問題なかった礼を尽くしてくれたなっていう。なんだこれ、こんなこと報道してんのっていうこんなことで、はい、なんかね、でグッドモーニング、ね、嬉しかったんでしょうね。嬉しかったのがね、うん、グッドモーニングって言われたのが、はい、日本怒ってんじゃないかなってビビりながら来て、ビビりながら来たのがね、はい、本当にだって
今時、うん、コーヒー出してくれただけで喜ぶってなんだとね、うん、コンビニで100円で売ってるぞと いやもしかしてそれだったらよかったですけどね、うん、はい、あのなんかファミマとかセブンで買ってきた100円のコーヒーとかが出てきて、はいはいはい、で韓国側がめっちゃうまいなこれって飲んでた確かにね、うん、セブンのコーヒーまあまあいけますからね。いやセブンのコーヒー美味しいですもん、はいはいはい、全然いけるなと、はい、個人的な告知を一つ二つさせていただくと、うん、どうぞどうぞ。来週の火曜日、はい、虎ノ門ニュースに年内最後のクリスマスイブに出ると。いいじゃないですか、はい、それはあの百田さんですか。百田さんで、はいはい、分かりました。出ますと、はい、でしかもその夜にですね、うん、あのニュース初心も放送されるんですけど、またあの久しぶりに呼んでいただきまして、だから火曜日はそのクリスマスイブは朝虎ノ門ニュースで、うん、夜ニュース女子っていう、お DHC からダブルで、そうですね、はい、出ると、はい、ありがたいなと、はいはい、年の瀬に、はい、っていうね、はいはい、もう年末ですからもう今年のまとめということで、うん、はいはい、いろんな話題が出てくるんじゃないかなと。なるほど。じゃあなんか流行語とかも特殊なチョイスやるんですか。特殊なチョイス百田さん的には、百田さん的にはちょっとどの言葉を選ぶかとか、そうですね、うん、ちょっと放送できない言葉になるかもしれない。確かにね。どういう言葉になるか、まあ、僕的にはお前らまさか録音してないやろなっていう吉本のあれがまあ僕的には来たかな。模範的恫喝ですよね。そう、はい、でその後の会見もね、あのあれは冗談でしたってあれも面白かったなと思います。